皆さん、こんにちは。マーキーです。今回はね、ボーゾン2のアルマザラで意外と知られていない初期着陸地点を3つ紹介していきたいなと思います。これからボーゾン2をやりたい、またランクマに向けて練習をしていきたいなっていう人におすすめの着陸地点動画となっております。よく知られているのがアルマザラシティのロータリー近くのショッピングモール。こちらね、確かにね、お金を集めるっていうところとしては、かなりね、もってこいのところなんですけども、アルマズラシティは高低差のあるビルが多く、また激戦区になりがちなので、ボーゾン2に慣れていない初心者の方には少しね、難しい着陸地点だなと思っております。そこで今回はね、着陸地点としては生存確率が高く、また物資を集めやすいところを選んでみましたので、ぜひ参考にしていってください。それではね、本編の方やっていきたいと思うんですけども、こちらのチャンネルでは COD を中心としたトピックス、ラジオ、ライブ配信を行っております。私、マーキーを応援してくださるって方は、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。今から紹介するエリアをもっと皆さんに分かりやすく説明するためにお金、物質、立地、3つの点を5ポイントで評価したいなと思います。その後でどんなエリアなのかっていうのをお話ししていきたいなと思います。一つ目がね、マップの名称はついていないんですけれども、地図の東側にある小さなお店が何軒か連なっているこちらのエリアです。ここではね、分かりやすく東側のお店と名前を付けておきたいなと思います。東側のお店、ここの評価としては、お金4、物資3、立地3です。東側の店では小さな店や建物が点在しているんですけども、それぞれの建物にレジやサプライボックスが豊富にありますので、4から6箇所ぐらい回れば1万ドルを簡単に貯めることができます。また高確率で乗り物も近くに置いてあることが多いので、割と利便性も高いかなと思います。ただショップがなかったり、そもそもガスの近くにある場所なので、初期からすでにガスの中にあったりとか、モスターモーターしているとガスに飲み込まれてしまう場所なので、注意が必要っていうところで、ここは立地が3になっております。二つ目はザヤ・オブザーバートリーの一番南側のドーム付近ですね。こちらはお金3、物資4、立地4です。ここはね、特にドームの中なんですけども、サプライボックスを含めたくさんの武器が置いてあります。なので、パーティーで降りるのにも向いているところですね。新武器が落ちていることも多いので、新武器のレベル上げをしたいという方にもおすすめです。立地としても山の頂上にあるので、山肌や麓の方への敵のアプローチを仕掛けやすく、また乗り物も近くに置いてあることが多いので、違うエリアに行くのも楽です。最後3つ目ですけれども、サティークケイブコンプレックス。こちらね、お金4、物資5、立地5です。このエリアはたくさんの家が密集していて、それぞれの家にサプライボックスが1から2個あるので、武器集めにはもってこいのところです。お金が落ちていることは少ないんですけども、サプライボックスから出てくることが多いので、開け続ければすぐにお金が貯まります。また UAV タワーやショップが近くにあることが多いので、立地面としてもとても良いです。谷の間にある集落なので、実は隣の山から敵に狙われやすいんですけども、家が多いのとトンネルもね、複数あったりとかするので、逃げたり錯乱させるのも割と簡単にできるエリアなので、結構死にやすいって方にとっては、おすすめのエリアかなと思います。唯一欠点としましては、近くで乗り物が湧くことがないので、移動には注意が必要かなと思います。いかがだったでしょうか？私はね、個人的には3つ目に紹介しましたサティークケイブコンプレックス。ここが一番おすすめですね。ここはね、とあるお姉さんから教えていただいたんですけども、その時から愛用しています。ぶっちゃけ着陸メタエリアなんじゃないかなって思っております。皆さんはね、お気に入りの着陸地点がありますか？ぜひコメントで教えてください。以上、マーキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。